たちは調和の神コスモスから力を与えられた。この力は戦いを経ることで私たちの意志になじみ、やがてクリスタルに形を変えるのだという。私はこの戦いに勝とうと思っている。でもこの戦いの終わりが本当に元の世界へ帰ることにつながるのか、勝利が何の意味もないものだったとしたら。一つ聞きたい。カオスが勝利すれば世界は崩壊する。それをお前たちは望んでいるのか。世界は決して崩壊などしない。戦いは終わらぬのだからな。探したぞ。あなた誰？お前の敵だ。それ以上知る必要は。何かを感じるんだ。そうなのか。